にちは。こんにちは。ケイです。そしてヤモリです。今日はですね、首都圏でも緊急事態宣言がついに解除されてね、やっとだね。まあ、まだね、予断を許さない状況ではあるんだけども、ずっとね、部屋の中に閉じこもってこう制作したりとか動画を作ってきていたので、まあ息抜きがてら春だし、桜綺麗だしっていうことでね、外で今日はなんかのんびり音合わせでもしようかなと思ってのこのこと出てまいりました。いや引きこもり隊出てきたね。見てみんな。あ、そうだ、ちょっと喋ると、広島のねワンマンを私たちも5月29日に行うことがいたしまして、もう1時販売はありがたいことにね完売いたしました。最近コロナのなんかどうしてた？まあやれることなんだろうって一生懸命考えて、できることやったりとか駆け抜けたのが去年だったんですけど、今年に入ってからね、私自分でもびっくりしたんだけど、落ちちゃって気持ちが。なるね。なんでなんだろうな、多分気づかない間に私思ってた以上にこのコロナのね、まあ、影響を受けてたんだなというふうに思ってね、まあそれは多分やっぱ人と会えないこととか、ライブがねできないことだとか、直接の反応を受け取れないこと、やっぱりこうなんだろうな、体温がそこにある状態で皆さんの体温を感じることっていうのがどんなにいかに自分にとって大きかったかっていうのをすごく思い知らされまして、で今年緊急事態宣言がまた伸びたじゃないですか、あれきつかったね。あのタイミングでちょっとね来ちゃったんですよ、今はまたこうやって解除されたりだとかライブできるってことになったりとかでハッピーになってきましたけどね、直接会わなくなったら、マジできつかった。いやマジできつかったっすね、俺ね感謝されたい直接なんか一緒に喜んだりとか、やっぱねすごいしたいなと思った。そうなんだよね、あれ今同じ足並みなのかなっていうのが、本当に喜んでるのかとか悲しんでるのかとか、こう気持ちのトーンが実は分かんないし、今モチベーションどこら辺かなみたいなね、そう分かんなくなっちゃうから。あと挑戦してたって面はあるけどね、どこまでこうリモートでできるのかっていうね、本当にみんないろいろ試行錯誤してね、音楽をどうにか止めないようにっていうふうにやってたけど、まあなんか止まらないっていうことは分かったというか、できることは常にあって、っていうのは届けることも常にできるっていうのは分かったけど、こっち側の後は気持ちというか、楽しく幸せに続けられるかっていう、結構落ちたりとかしたり思うように活動できなかったりもしたんだけど、なんかこう学びはあったというか、とってもあったね、あったし、自分の知らない自分を本当に知った。あとなんか特に他のミュージシャンの方もそうだし、なんか仲間がこの状況下でも同じようにこう頑張ってるっていうのを、こう動画とかで知ったりとかリリースとかで知ったりするのを見て、なんかこう頑張れるな自分もみたいな感じで励まされてる、まあグースハウスのね方とか すごいよね、見た、見ました、見たよ、見たよ、びっくりした。ジョニーさんと大地さんね携帯見てたら、で YouTube 開いたら一番上にグースハウスが出てきて、で大地さんとジョニーがバッて歌って前置いてくれて、あ、グースハウスさんだ懐かしい気持ちになったじゃないけど、ちょっとファンみたいになったこの時を経て、なんかグースハウス思い出とか湧き返したりした？そうですね、こう結構未曾有の事態だったじゃない、世界中がコロナ禍でね、3.11 の時にちょっと通ずるものがあったっていうか、あの時も自粛、てか自重かなという風潮で、こう音楽をやってるってどうなのみたいな風潮がある中で、 YouTube をねカバー上げるかどうかもすっごいすごい悩んだんですよ、みんなで、だけど、まあ、きっと避難所だとか被災地の方にも音楽をね聴きたいと思ってるとか励まされる人がきっといるというふうに、まあ、信じてアップをねしたら、たくさんコメント欄に、避難所から聴いて元気をもらっているだとかね、なんか良かったなと思った記憶があるんですよ、あげて。でそれとちょっと今回似てた、なるほどね、感じが、だからあの頃にあげてたものを見返したりとか、こんな時でもこう音楽を届けて誰かのね、そっと心の安寧につながったらいいよね、安寧って俺普通に口語で言うやつ初めて聞いた。見て
イエーイすごい綺麗。なんか桜ソングなんかやってみる。桜ソングなんだろう。桜、うん、とか電車の音がいいよ。息がね、長い間会ってないと会わなくなる。桜、桜、今咲き誇る刹那に散りゆく定めとして。てか、ジョニーさんとか超うまいね。あ、そうそうそう、あのやっぱね、改めて相変わらず、相変わらず。でもさ、ジョニーもさ、あの横スクロールズ、うんうん、あのユニットをね、あの指導させたりとか。俺実はジョニーさん面識あってですね、うん、最初グースハウスより会うの早いんですよ、ジョニーさん。うんうんうん、片平里奈ちゃんの曲をアレンジしてる時にジョニーさんにぜひマンドリンとギターを弾いてもらいたいっていう、うん、っていうかそもそもグースハウスのみんなのことが俺大好きでそうファンですもんね、まあ、ずっとファンだったんだよ。でなんかあのジョニーさんの演奏とか見てて、やべえこの人、この人と一緒に曲作りたいなって思って声かけてみて、うん、ジョニーさんとつながりが生まれて、そんなこんなでグースハウスさんの曲もあの何曲かご一緒させていただくようになって、うん、それでなんかよくわかんないけど今ケイちゃんと今、ね、川辺にいるっていう、うん、川辺にいるな。そうめちゃめちゃなんかね、本当会いたいなと思うけどね、みんなと。そうだね、なかなかやっぱコロナになってから本当に会ってないもん。俺さ、あと今突然思い出したこともう一個あるんだけど、はい、俺なんか大豆さんに DM したことある。なんで、いつ。ジョニーさんと一緒にそのリナちゃんの曲とかをやるのの遥か前にグースハウスが好きすぎて、なんか応援メッセージ普通に送ったことがあって、でなんか大豆さんからありがとねみたいな返事来た。だから自分も音楽やってたから、僕もこういうの頑張ってますみたいな、一応仕事の営業とかじゃなくて純粋に僕もこういうのやってますとかって言って送ったら、あの大豆さん返事くれた。絶対覚えてないと思うけど、だからなんか俺結構グースハウス好きだわ。めちゃめちゃコアな方ですよ。コアなファンですよ。コアなファン。でさ、あのいやここまでね、喋、うん、って触れないのもみんな変だなと思うと思う。気持ち悪いと思うからあえて触れますけど、あのそう兄さんがさ、たくさん動画上げ始めたじゃないですか。うんうん、このコロナ禍でね。そう、それでうおーと思って復活したと思ったんだけど、トークの動画は見れてないんですよ、ね。私かなりの分量あるよ。ね、たくさんね、うん、あのグースハウスっていうのタイトルでも見るし、そうでもね、ちょっと怖くてね見れてないんですよね。怖いっていうのは、え、怖いっていうのは別になんかあのこと言ってたらマジやばいとかじゃなくて、うんうんうん、こう私も多分 PG のみんなもね、抜けていったみんなもそれぞれさ、こう思うところがあってこう今に至るわけじゃないですか。多分だけど見てしまって聞いてしまうと私も言いたいみたいな、そのまあ、YouTube って難しい媒体じゃないですか、うん、ほんと一方的なねに発信する媒体だからさ、過去のことをね話すとしたら、こうみんなでというか、とりあえず議論ができる、おのおのの考え方とか、おのおのが思ってたことをその場でこう議論できる場で喋りたいなってすごい思って、っていうのは一方通行にならないよね。そうそう、過去のグースハウスも今の PG のメンバーも兄さんもジョニーもね、あの右側もリオカもみんな、あの抜けていった元メンバーも含めてみんな大事に思っているし、うん、いつかまたみんなで歌いたいなっていうのは全然思ってるから、その歌えるかもしれないという可能性をね、うん、あのみすみす自ら壊すようなことはなんか今はできないとかしたくないなって思うから、う、ね、いつか喋れる時が来たらいいなって思う。まあ今は未来に期待をして、うん、うん、兄さんのトーク動画はまだ見れない未開封な動画がたくさんありますが、うん、でも音楽は良かった、良かったです。そうね、そうそう、なんかいろいろグースの話してたら、グースの曲、ギースの曲、ギースとか言って、グースの曲、もう名前噛んじゃった。グースの曲めっちゃいい曲あるんです。あるあるある、本当にあって、レコーディング思い出で言うと、うん、ユーもミュージックも俺泣きそうになって、ヘプタゴンの時だったじゃん、はい、でもうあのあこれがその7人として最後のアルバムになるねっていうのをもう知っててのレコーディングだったから、ね、で最後あの曲ってさ7人で歌い回すじゃん、はい、1人1節みたいな、もう
もうレコーディングしてて泣けてくるわけよ。徐々に組み立ってって嬉しいんだけど、これは組み立つと終わるのかみたいな気持ちにもなって、なんかオッケーですみたいな。いや、歌い分けも最後こうね、かぶさって7人でジャニーズかみたいな、なんか勢いでわかる、わかる。ジャニーズの歌い分けでこう前に出てくるんだよね。そうそうそう、こう振り付けとともに振り付けあったらさってこうあるみたいな。そうそうそう、それ最後一緒になるみたいな。いやもうスタジオで本当にその状態だったからさ、そう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 、なんか感動しちゃったな俺も。そうなんですよ。それがねライブでも卒業公演だよね、ミニオンにとっての卒業公演でもみんなにやってたね。そうそう、伝わればいいなと思って歌い分け考えたりしてましたね。そうですよ。 いい思い出いっぱいだよ。 いい思い出いっぱいだ、うん、本当感謝して。結局みんな音楽をこうね、いろんな場所でそれぞれの立場で思いで続けてるっていうのはね、かっこいいことだなって思いますよ、うん、今の言葉で思い出すのはやっぱりスカイですか、ね、私スカイはとても好きです。グースハウス、スカイ。一握りの空では僕の夢は飛べずに浮かんだまま、二握りの空自由に飛べる気がした。持ち寄った僕らの空を合わせ、この空はできてるから迷わI'm not afraid to die.
にいるから空が めちゃめちゃ気持ちいい最高だね、うん、よし